特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。挑戦的な NHK ドラマ、ツバメは戻ってこないを語ろう。どうもゆうちゃまです。前回、ツバメは戻ってこないのドラマを語りまして、まだまだ語りきれてないところがありますので、今回はそんなツバメは戻ってこないの魅力について、いろいろお話しさせていただけたらと思います。まずはね、主演の、主役の大石力さん。この大石さんの生活の、なんだろう、窮屈感というか、なんか、ひもじい感じがね、すごく悲しかったですね。関東済みで、もうキリキリの生活をしてるってね、なかなかね、ハードな生活を過ごされてましたよね。僕は思うんですけど、なんか本当に世の中には、もう、大石さん以上に大変な思いをして働いてる人もいるのかなと思うし、働けない人もいてたりするわけじゃないですか。なんか見ててね、心が痛くなりましたね。なんで、代理出産っていうとんでもないことなんですけど、それに手を伸ばしてしまう気持ちもわからなくはないかなと。ただ僕は男なので、自分が産むってことができないわけなんですよ。なんですけど、僕が女性目線の立場になって思うなら、自分が産む子供をなぜ他の人に渡さないといけないのかって思いますけどね。絶対に嫌。ありえない。僕は、いろんな考えがあるので、周りの人の考えは別にね、自由なんで否定しないですけど、僕は本当に嫌。お金をいくら渡されても嫌です。なんかやっぱりそこがね、なんかこう、お金だったり自分の生活とかが先行してしまって、でも後々やっぱりおかしいこれはってなんか気づいてしまったり、なんか自分の芯がブレてしまうとなかなか難しいテーマですよね。なんでこのドラマの怖さってそういうとこなんですよね。倫理観を試されてる。視聴者側も出演者側も役者もキャラクターも、なんかそこがねすごくね、いや、こう、すげえなって思いました。もう、言葉にできないですけど。これはもう、当たり前として認められるのか否かってところですよね。そして、子供を求めてる夫婦役が、稲垣吾郎さんと内田有紀さんっていうね、美男美女コンビですよ。こんなにお綺麗なお二人でも、かっこいいお二人、綺麗なお二人でも、なんか、そういう問題を抱えてたりするんだなって思うとね、なんかいろいろ思いますよね。本当にこのドラマを見てて、ゾッとするシーン、背筋が凍るシーンたくさんで、ある意味ホラーより怖かったです。キャラの発言がそれぞれ、自分の正義を貫いてるんですけど、どこかがずれてる。そこがすごくね、見てて怖くなってくるんですよ。ツバメは戻ってこない。本当に心に残りましたね。皆さんよかったら見た方は感想とお待ちしてます。共感はできないですけど、自分の正義感だったり、自分の考えを見つめ直す作品でした。いや、本当にびっくりしたドラマでしたね。バイバイ。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき、本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは、またね。ゆうちゃまでした。